IT8.7 ターゲットカラーチャートとは、色の表、つまり、色見本を配列した板状の舞台であり、画像システムの色彩再現性をチェックするなど色の比較、測定に用いる。デジタルカメラやスキャナーなどのグラフィック機器を構成したり特徴を明らかにするのに使われる。フィルムスキャナーにおいては、i t 八ターゲットが標準規格となっており、カルレイドで、 富士フ,フィルム、コダック、レイザーソフトイメージングといった企業が IT8、ターゲットを製造している。デジタルカメラにおいては、実世界のスペクトル反射特性を反映した X、ライトのカラーチェッカーが使われている。照明の炎色性の評価にも使うことができ、マンセルの色見本からの反射を評価する。カラーチェッカー。 色表現チャート一般的なカラーチャートカラーチェッカーは24の区形の色見本が並んだ板であり、マンセルカラーシステムに基づいている。1976年に登場したマクベスカラーチェッカーが最初である。そのメーカーだったグレタグマクベスは2006年、X ライトに買収された。フェリックス・フォンラショによる肌色のカラーチャートウェブページに限ったことではないが、色を使う場合、 上手に色を用いれば大変読みやすく見栄えも良くなるが、色使いがまずければ、かえって読みにくくなり、見栄えも悪くなる。コンテンツによっては、色覚異常者に対する配慮も必要となるだろう。また、色を表示できない環境もあり、また同じ色でも、ディスプレイによって濃く表示されたり薄く表示されたり、するため、色が自分の見ている通りに表示されない環境でも、 読めるような配慮が必要である。基本16色、または標準16色とは HTML において、式名で指定して表示が可能な16種類の色である。内訳は、FF と00の組み合わせ8色と、80と00の組み合わせ8色で、0000 00 00が重複し、C0C0C0 を加えた16色。Web a f e カラーは、 ウェブ上の色を RGB 値の3原色をそれぞれ6段階に分割し 00336699cc ホルティシモの6種類のみを組み合わせた216色のことである。閲覧環境に左右されることが少ないためセーフとつく。8ビットカラー環境、24ビットカラー環境では共通した色が出るものの 16ビットカラー環境では、レレー、ホルティシモのみで組み合わせた発色以外は一致しない。さらにモニターやビデオカードの性能によってもウェブセーフカラーでも表示される色は異なる。16ビットカラー以上を表示可能なモニターが広く普及している21世紀初頭、現在ではあまり意味のないものとなっている。ありがとうございます。